カール・ルートビヒ・ルートビヒが開発した連続記録圧力計はドイツの生理学者であるヘッセン州のビッツェンハウゼンで生まれたエルランゲン大学とマールブルク大学で医学を学び1839年にマールブルク大学で博士号を得た10年間マールブルクで研究や解剖学や生理学を教え1841年に解剖主任 1842年に私講師、1846年に非常勤教授になり、1849年に中立ヒ大学の解剖学の教授、6年後にウィンの医学史博物館の付属医学校の教授となった。1865年にライプツヒ大学に創設された生理学教授に任命され、亡くなるまでその職にあった。血液循環や 心臓や腎臓など、生物の臓器の機能について、新しい装置や手法を開発して研究した。1847年に、ベルリンで知り合った、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツ、エイリヒビル・ヘルム・フォン・ブリュッケ、エミール・ディ・ボアレー・モンらとともに、生物学の研究に、物理学的手法や、科学的手法の導入を図った一人である。1884年に、 イギリス王立協会のコプリメダルを受賞し、1869年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。1932年にドイツ心臓病学会から心臓病学の優れた研究に対して贈られるカールルートビヒ名誉メダルが創設された。ありがとうございます。